な小石では曹操を倒せんぞ。あの鈴の音を聞いているとイラつきましたね。バラバラの小石では何も起こせぬ。だが小石がまとまり巨石となればあの船さえも潰せよう。カンネルは今や俺たちの仲間だ。事情は捨てよ。まあ努力はしますよね。で義の奴ら慌てて水の中に逃げやがったよ。すげえ。わあ燃えるよ。石壁の火はこの雨にも消えずに残っていたか。どういう意味です？あの男の周りにいる者は熱気と活気に満ち溢れている。私が孫作のそばにいた時のように。あの観念が孫作様？きっと孫作様は草葉の陰で泣いてますよ。いや、孫作は笑っていよう。ここには新たなる孫悟の両輪がある。次の戦、二人に任せたぞ。観念と一緒ってのが気に入りませんが、ま、頑張ります。両党はどうした？カンネ、呼んできてくれ。てっ、面倒な野郎だ。何してんだ、両党！行くぞ！気安く触んなっちゃう。おめえ、まだ親父のこと根に持ってんのか？撃った本人に言われたくないね。お前たちまた揉めてるのか。戦は頑張りますからご安心を。これより義を迎撃する。先鋒を務めたい者はおるか？俺が突っ込んで奴らを吹っ飛ばします。俺に任せてください。突っ込む奴の尻拭いは飽きたってのは。おめえ、何かといえば突っかかってきやがって。喧嘩はやめんか。殿の御前であるぞ。よし、こたびは両党に任せる。観念の働きに負けぬ太鼓を立ててみよう。敵さんは逃げ帰っちまったかな。両党何か言ったか。おさっとしないで手伝え。分かってるっちゅうの。さーて、関羽の野郎を追い払うとすか、おっさん。おっさんは予算か。この戦に勝てば乱世の終わりが見えてくる。戦が終わったら
三人で祝杯をあげよう。両党、この大喧嘩も俺たちの力で勝つぜ。嫌なこと。おめえはどうしていつも乱世の終わりを望んでるのは皆同じさ。なら俺たちだけじゃなく皆の力で勝たないとね。おっさん、おい、おっさん。あんたが弔い酒すら飲まないとはね。ま、両毛殿はほっとしたんじゃないの。おっさんが。うるさいあんたとおさらばできてな。両道、気分じゃねえ。乱世はこの戦で終わりますね。勝利した暁には皆の前で観寧殿と和解しませんか。もう何も気にしてませんって。両党殿はすぐに本心を隠そうとする。へいへい、ご命令とあらば仕方がない。お気遣い感謝しますよ、軍師殿。観音様が見つかりました。敵残党の襲撃を受け動けぬ模様。あれほど突っ込むなって。おっさんが死んだ時俺にも分かった。大切なものを失う悲しみ、その思いを抱き戦う意味。おめえは長い間そいつと向き合い戦ってきたんだな。そうだよ。これからその溜まった思いをあんたにぶちまける。だから逃げんだ。嫌なこった。あんたは本当に無責任なやつだぜ。まあ仕方ないか。あんたと父上、そして乱世に散ったあまたの思い、まとめて背負って生きてやるよ。